時は安土桃山時代。天正10年、1582年6月の2日。明智光秀の謀反により、京に滞在中の織田信長、信忠親子が共に亡くなってしまう本能寺の変が勃発する。その知らせを受けた織田重臣の動きは様々であった。西の中国で毛利と対峙する羽柴秀吉は、すぐさま毛利と和議を結ぶと軍を東に向かわせ、本能寺の変から11日後に明智光秀の討伐を成し遂げる。それと対照的に東方面では、北陸の柴田勝家は上杉軍の進軍を越中で防ぐも、信濃の毛利長秀、森長吉は領土を捨て美濃に撤退。甲斐の川尻秀隆は武田残党を巻き込んだ怒号一騎により討ち取られてしまい、最も東の神津家に拠点を移していた滝川勝益は明智光秀討伐の動きに出るも、織田との同盟を破棄した北条軍と金久保原一帯で激突。滝川勝益はこの神奈川の戦いで敗れ、事実上関東管領の職、そして神津家の支配権を失い、命からがら美濃に撤退となった。こうして織田軍が去ったことで生まれた甲斐、信濃、神津家の空白の地をめぐり、関東の北条、越後の上杉、遠江駿河の徳川、三大名による三つどもえの領土争奪戦が始まる。この物語は後編となります。前編をご覧いただくことでさらに楽しめる内容となっております。滝川様、ご無事の帰還安堵しましたぞ。ははは、これほど無残な撤退は長島一向一揆勢に指導を追われた時ぶりじゃわい。北条勢はこちらに向かっておりましょうや。いや、おそらくはこたびの合戦北条も想定してはおらんかったであろう。追い打ちもわずかであったゆえすぐには攻めてこないであろう。ではこの箕輪城で様子見となりまするか。箕輪も堅城ではございまするが、当家の岩櫃城はここ以上に堅城。劣勢の際は岩櫃まで撤退くだされ。真田殿、わしを試すでない。先ほど機前より使いが参り謀反を起こした明智光秀は7日も前に羽柴秀吉が討ち果たしたとのこと。新たな御嶽当主を定める必要もあるゆえ、わしは神津家を離れ急ぎ本国の伊勢へ戻ることとする。滝川様がここを離れられてしまったら我が国衆はいかにすれば。うむ、上州の南々は織田が召し上げた城、そして領土は元の領主にお返しする。以後は北条に臣従するも上杉を頼るも好きにいたせ。内藤殿にはこの箕輪城を返す上安心せよ。はは、北条殿には真矢橋城を。ありがたき幸せ。そして真田殿にはこの沼田城や名ぐるみ城をお返しする。おお、沼田の地が戻ってまいりますか。沼田は上杉に下った藤田信義が再び狙ってくるやもしれぬ。守備を怠らぬようにな。はは、皆には領土を戻しはするが、人質については今少し預からせていただく。無事織田領へ撤退することができれば皆解放するゆえ、それまでこらえてほしい。人質を兼、さすがは滝川様ですが賢明なご判断かと。されど撤退も容易にはいきますまい。忍びからの知らせではこの小室城から先はすでに織田家の支配地ではなくなっておりまする。北からは上杉が南下し、北信濃の海津城や塚間郡の深志城まで侵攻しているとのこと。諏訪の茶臼山城に入った諏訪頼忠は心配ござらぬが、この木曽一帯を支配する木曽義政には用心が必要かと。うむ、木曽義政の武田の一門衆でありながら当家の調略であっさり武田を見限ったやつじゃ。こたびは織田を見限り上杉と通じておってもおかしくはない。ならば今から飯田に抜ける道で参ろうか。いや、そこは毛利様が早くから領土を捨てられたため旧武田怒号らの反乱が各地で起きていると聞きまする。まだ木曽谷を抜ける中山道の方がマシでございましょう。じゃが木曽義政の問題が残っておる。木曽義政は北塚間軍の上杉に奪われております。織田から上杉にくらがえはなかろうが、織田の後ろ盾が見込めぬ以上滝川様をすんなり通すこともなかろうかと。それがしに一つ策がございます。ほう、策とな。申してみよ。は、元武田家臣であり小室領主であった与田信重なる者を存じておりましょうや。与田信重と申せば武田征伐の際に徳川軍を苦しめたあの与田か。いかにも。与田は今給料回復を願い武田残党を集め動いているとのこと。その与田を味方につけるのです。与田は信長様が見つけ次第首をはげよと申されていたならず者。
わしの前にのこのこと現れるわけがなかろう。それがし、ヨガとは武田家臣の頃よりの間柄。元は北作郡の春日城を居城とし、作郡一帯を支配していたもの。その丘陵安堵の役をちらつかせば、大いに力になりましょうぞ。それで無事に身の間で撤退できると申すのか。作郡の国衆が味方となれば、木曽義政も迂闊には動けなかろうかと。あとは交渉次第。うむ、検討する余地もないゆえ、真田殿に身を預けるとする。小諸まで付き合ってもらえるな。無論にございます。ここらは庭にございますゆえ、道中はそれがしにお任せくだされ。よし、そうと決まれば明日早朝小付を立つ。港は根性の別れとなるやもしれぬ。今宵はとことん飲み語り合おうではないか。北条軍に敗れた滝川一益は潔く小付の地を去ることを決め、上州の各省に別れを告げると、翌日真田隊の案内のもと伊勢に向け撤退を始めた。その頃、神奈川の戦いで勝利した北条家当主北条氏直は、合戦の後処理と光助進行の準備を進めていた。そこへ御詰めとして八幡城に詰めていた先代当主北条氏政が合流した。殿、深谷からの鉄砲船長、どこに搬入いたしましょう。大大義、南久留米の櫓に入れておくのじゃ。火の扱いには気をつけよ。はは、待たせたな。兵糧米を持って参ったぞ。おう、おじ上、輸送隊の指揮を任せてしまい申し訳ない。織田の奇襲があるやもしれぬゆえ、一門に任せたは正しかったな。可愛いお一個様に頼まれれば、この宇治田何でもいたしまするぞ。してどこへ搬入すればよい。兵糧米は本狂わの蔵であったかと。うむ。殿、討ち取りし敵将の首はどこに。首実験をするゆえ、南の寺に運んでおくのじゃ。はは、先ほど村の民が戦勝祝いに酒を持って参りましたが、どこへ運びましょうや。酒か、気が利くのう。北グルワの蔵に運んでおけ。はは、滝川隊が残していった銭が見つかりましたが、どちらへ。うむ、蔵へ入れておけ。はは、次から次へと世話しないのう。殿、ご隠居様が参りました。どちらへ。それも蔵に入れておけ。わしを蔵へ入れるとはどういうことじゃ。父上、お越しでしたか。向かうと文で伝えておいたであろうが。文ですか。わしからの文すら読まぬのか。偽書状を疑うのも大概にせよ。も、申し訳ございません。神奈川での戦は宇治のりから聞いた。合戦勝利、見事であったぞ。ありがたきお言葉。それがしの共同撃破戦法、お父上にもお見せしたかったですぞ。なんじゃ、共同撃破戦法とは。兄者、その話は長くなりまするゆえ、後ほどにして。まずは今後の上州、そして信濃や甲斐への進行策を練らねば。うむ、そうじゃな。宇治直、そなたの考える進行策を申してみよ。策などございません。ただがむしゃらに突き進むまで。たわけ。そんな進軍の仕方では武田旧残党や上杉徳川には勝てぬ。こちらは5万の精鋭、さらに滝川軍を蹴散らし、士気も高く勢いにも乗っております。信濃の怒号らは勝手に下ってきましょうぞ。勝って兜の尾を締めよ、との先代からの教えもある。戦が終わっても伏兵に備え兜をかぶっておくように、との教えでしたな。違う、戦に勝ったことに慢心せず慎んで行動せよ、との、そなたの曽祖父宇治綱公よりの教えじゃ。そうでしたな。もうよい、小太郎。お呼びか。滝川や上州の将に動きはあるか。先ほど仕入れた情報だが、まず滝川は兵に千を連れ、今朝早くに美濃和城を立ち西へ向かった。本国伊勢へ逃げたのだと思われる。我らの調略に乗った内藤や北条は丘陵を戻されたようだ。ほう、滝川一益は籠城せず上州勢を戻し撤退したか。織田四天王と呼ばれる男だけあり潔いな。して上杉が狙っておる沼田はどうなっておる。元領主真田家臣の矢沢隊が沼田城、名ぐるみ城に入ったとのこと。やはり沼田は真田が入ったか。兄者、宇治直様が申されるように勢いのあるうちに小宇から信濃に入りましょうぞ。北条、内藤、和田、安中、小畑ら上州の豪族は当家に心中を示しておる。その者らを案内役に薄い峠を越え信濃に入り、この作郡にある小諸城を早めに落とすべき。いや、宇治則、真田が沼田に入った以上真田を無視して信濃には入れんぞ。上杉と共に南下されたらひとたまりもない。真田正幸にも心中の要請を出しておりますが、滝川一益が上州から完全に撤退するまでは表立って動けぬのでしょう。
先に我らが柵軍を抑えてしまえば、真田の本拠地小さ型軍を狙うことも可能となる。そうなれば真田も北条に従うほかありますまい。真田家は代々策略家として武田信玄にも一目置かれた豪族。この先織田から逃れていた武田残党がうようよしている信濃や甲斐に侵攻するのです。真田が味方になるかならないかで上杉や徳川との戦い方も変わりましょうぞ。それゆえ沼田城に軍を向かわせ脅すのじゃ。兵法を熟知した真田に数万の武蔵軍と戦う選択はせぬであろう。それでは上杉を刺激することにもなります。真田の後ろには数万の上杉が控えておることも。よう分かった。真田昌幸は当家に侵入させる方針で行く。交渉役には宇治国そなたが適任であろう。は、人質は不要じゃ。代わりに上杉領と接する沼田城に当家の部隊を駐留させることを条件といたせ。兄者の期待に応えてまいる。うむ。ではこの先の進行じゃが、大きく部隊を二手に分ける。宇治照、宇治国の別動隊1万は北に向かい赤城まで進軍し、沼田城や岩櫃城の真田を威嚇するように陣を敷く。敵が攻めてこぬ限り戦ってはならぬ。真田が当家に下れば沼田城に足軽3千を残し、残りは信濃へ向かえ。はは。総大将宇治直、副将宇治則、大道寺正重とする本隊3万は上州の土豪と合流し、薄い峠を越え信濃柵軍へ進攻せよ。下らぬ土豪は力攻めとするのじゃ。は、兜の尾を締めて向かいまする。お、おう、頼むぞ。父上はここで御詰めとして待機されるので、わしと宇治忠は相模州を連れ小田原に戻る。母が寂しがっておりますからな。くだらぬことを申すな。徳川の動きが気になるからじゃ。小田を敵にしたということは徳川も敵になったということじゃ。徳川に隙あらば駿河や甲斐への侵攻もあり得る。よきに計らってくだされ。偉そうに申すな。小太郎、お呼びか。信濃の土豪らに当家が侵攻する旨を伝え、抗わず侵入するよう説得してまいれ。御意。よし、皆の者、支配地を大きく増やせる千載一遇の好機がやってきた。それは皆の治療にも大きく関わることゆえ張り切って頼むぞ。出陣は明後日早朝とする。関東軍の強さ見せてやるのじゃ。滝川一益率いる織田軍に勝利した北条は甲助の国の統治、そして信濃領への侵攻の策を決めると、数日後に5万もの大軍が動き出した。その知らせは北信濃の海津城にいる上杉海勝に入った。影勝様、南小津家に集結していました北条軍が北の沼田軍、西の信濃柵軍に同時に進軍していますわ。うむ、知らせたいにじゃ。金継は塚間軍からまだ戻らぬのか。殿、金継からは深志城の奪還を成しこちらへ帰還しているとの知らせは入っております。間もなくかと。それは何度も聞いたが一向に戻ってこぬではないか。間もなくとは明日なのか明後日か。間もなく。影勝様、無事小笠原殿と塚間軍の仕置きを済ませ。おお、金継、無事であったか。どこかで下郎に襲われたのかと心配で心配で、毘沙門天の木像を叩き切るところじゃったぞ。毘沙門天を切ってはなりませぬぞ。そのくらい心配したということじゃ。実は道中で愛の前立てを落としてしまい、2日3日必死で探しておりました。なんとか見つけ出せましたが、あれをなくしては愛染明王に叱られてしまいまするからな。愛染明王に叱られるとは、もしや金継は愛染明王と話せるのか。もしや影勝様は毘沙門天とお話できないのですか。は、話せぬわけがなかろうが。話せるのですか。いや、まだお声を聞けておらぬのじゃ。修行が足りませぬな。亡き謙信公がお聞きになられたら。ざれ事はもうよい。それよりも小津家の北条が信濃と越後に向け動き出したのだ。金久保原で織田の滝川一益隊に勝利したまでは聞いておりましたが、その勢いのまま越後に来るとは信じがたいですな。越後へはおそらく沼田から三国峠または清水峠を越えて道沼に進軍となりましょうが、ここは影勝様の里、カバン沢城や坂戸城に一門の長尾衆が詰めておりまするゆえ、北条も無理に進軍はしないでしょう。狙いは間違いなく織田が撤退したこの信濃。
当家は北信濃の下越城を死守することに専念すればよろしいかと。兼続の見立て通りならば4万とも5万とも聞く北条軍と川中島周辺で戦になるということか。信濃の情勢によってはそうなりますが、越中へも軍を動かしておるゆえ大軍とまともに戦えるほどこちらに兵はおらぬぞ。敵は織田軍に勝利し士気も高い。はい、されど向かってきたのなら戦うまで。戦うまでと申すが、春日信達殿はおられるか。は、ここに。そなたは父の頃より海津城代を務めておったな。ゆえにこの地はよく存じておろう。北条四万が攻めてきたならいかに布陣するべきか。父、春日壇上から聞かされていた話によれば、この地は幾度と上杉と武田が戦った川中島と呼ばれる地でございますが、その戦いも4度目の合戦以外は睨み合いで終わっております。その一番の要因はこの流れの激しい千曲川、大勢が一度に渡れない川なればこそ川を挟んでの対峙となるのです。なるほどの。ならばこの雨の宮あたりで対峙とするがよかろう。あとは真田の動き次第か。真田正幸殿はよく存じておりまするが、未だ本心がつかめぬお方、あまり信じてはなりませぬぞ。うむ、噂は聞いておる。影勝様、無駄な戦を避ける上でも集められるだけの兵を呼び寄せましょうぞ。そうするとしよう。上杉は北条が北信濃へ侵攻した時に備え動き出した。一方、尾張の地にて明智光秀が討ち取られたことを確認した徳川家康は明智討伐軍を解体し三河の岡崎城へ戻った。おや、勝成殿、待たれよ。そなたは刈谷に残っておったのではないのか。甲州へ侵攻すると聞いたゆえ、刈谷州を引き連れ、まかり越した次第。拙者のことはお気になさらず。いやいや、刈谷は三河と尾張の境の地。その城代が勝手に兵を連れ来られたのでは、西の守りが手薄になる。おばである、お代の方様より、許しは得ておりまする。何か文句があるのでしたら、殿に申し付けくださいませ。殿の母君から、許しを得ておるのでしたら、これ以上は何も申しませぬ。殿、全員揃いましたぞ。うむ、皆も聞いておろうが、謀反を起こした明智光秀は羽柴筑前が討ち取ったとのよし、丹波の亀山、近江の坂本などの明智領や親族一門に至るまでことごとく排除されたとのことじゃ。殿、とっとと甲州へ向かいましょうぞ。まあ待て、そう焦るな。半蔵からの知らせを聞いてからじゃ。家康様。うむ、申せ。小津家の神奈川で負けた滝川一益は信濃へ撤退したとのこと。それを知った北条家当主宇治南は信濃に軍を進めております。やはり北条が信濃に向かったか。上杉の動きはどうなっておる。当主上杉景勝は北信濃の海津城にとどまったままにございます。上杉と北条はぶつかりましょうや。なんとも言えぬの。北条が信濃をどこまで発しておるかにもよるが、当家としては北で揉めている間に南を制圧しておきたいところじゃな。殿、ここから先は時間との戦いですぞ。豪族が力をつける前に進軍せねばなりますまい。じゃな。家康様、織田家の羽柴筑前殿より使者が参り、数日後織田の世継ぎを決める表彰が行われるとのこと。羽柴筑前に一任する旨の刻印状をいただきたいと。ははは、筑前殿は抜かりないの。ならば当家の信濃海への侵攻を織田家が容認していると表彰の場にて認めてもらうことを条件といたすかな。それがよろしいかと。この後書状をしたためる。後の織田との折衝は数正頼んだぞ。はは。よし、皆の者、今日はゆっくり休み、明日早朝より先鋒隊から順に浜松へ向け出発とする。よいな。完全なる明智討伐が終わったことを知った徳川家康は西から一転、東の甲州に目を向け動き出した。その頃、甲津家から撤退する滝川一益は真田正幸と共に街道沿いの小諸城に入り、滝川隊が木曽谷を無事越えるための交渉に入った。おう、おじうえ、お無事で何よりです。うむ、討ち死にを覚悟もしたが、こうやって生き延びておる。わしにもまだやらねばならぬことがあるということであろう。その通りですぞ。羽柴秀吉様を主に、織田信孝様、丹羽長秀様が明智光秀を討ち果たしたとの確かな知らせがありました。丹波や近江の明智残党も皆成敗したと。うむ、そのようじゃの。知っておれば北条とやり合っておらんかったものを。そうであった、羽柴様よりの書状が届いております。うむ、見せよ。滝川勝益様、
すでにお聞きになったかと存じますが、改めてここにも記しておきまする。それがしこと織田十国編成軍総大将橋場筑前の神秀吉は備中にて毛利との和議をなし、その10日後に摂津まで軍を返し、山崎の地にでものの数時間で明智軍に勝利。その後明智光秀、明智秀光、斎藤利光ら明智一派ことごとく成敗いたしましたゆえご報告いたしまする。自慢か。そのようにも読めまするな。イラッとするが続きを読むか。つきましては早急の課題である織田家当主の確定、そして旧明智領の配分、近隣大名への対応、朝廷対策、もろもろ決めねばならぬことがありまするゆえ、終わり清洲城本丸屋敷にて緊急の表情を取り行うことと相なりました。日時は6月27日美濃国お待ちしておりまする。27じゃと。今日は何日じゃ。25日にございます。あと2日で終わりか。忍びの足でなければ到底無理ぞ。まずは表情遅延の申し立てをするとともに、一刻も早く終わりに向かわねばなりませぬな。そうじゃな。正秀は急ぎ秀吉への返書をしたためてくれ。はは。真田殿、聞いたであろう。はい、しかと聞き耳を立てておりましたゆえわしには時がない。急ぎ終わりに戻らねばならぬで、基礎との交渉を頼むぞ。はは、お任せくだされ。この者が先日話しておりました旧武田家臣与田信繁にございます。お初にお目にかかります、与田信繁にございます。そなたが信長様に首を狙われておったよだか。じゃが案ずるな、そなたの首を取ることはせぬ。はは。そなたは以前はこの地を治めておったものじゃそうだな。はい、昨軍春日城を居城に、この小諸城も含めた国衆にございました。うむ、真田殿からも聞いておろうが、わしは何としても無事身のまで抜けねばならぬ。そのためにもそなたの力が必要なのじゃ。例としてこの作軍をそなたの所領として返す。それをしたためた安堵状も用意してある。ありがたき幸せ。わしには一刻の猶予もない。何としても木曽義政の説得を頼むぞ。お任せあれ。間もなく木曽殿が寺に参られますゆえ交渉はそれがしが。うむ。ごめん、木曽義政様が証言院に入られました。あい、わかった、すぐに向かうと。はっ。木曽義政様、小諸までお呼び立てし申し訳ございません。与田殿、本当に生きておったのだな。はい、なんとか生き延びておりました。滝川様にこの地をお戻しいただくことになり、こうして義政様にも会うことができた次第。してわしをここまで呼んだのじゃ。それ相応の話であろうの。無論にございます。まず先にお聞きしますが、義政様は恩ある武田を裏切り織田家へ寝返りましたが。そこからか。それは織田信長に脅され、木曽の民を守るためやむなくじゃな。ならば今は織田の参加大名として木曽家はあると。それはもしや織田を見限ってもおると。見限ってはおらぬが、与田殿、何が申したいのじゃ。織田の重臣滝川一益様が北条軍に敗れたことはお聞きでしょう。ああ、知っている。その滝川様を無事身の間で送り届けたい。そのためには義政様のお力が必要なのです。謀反した明智は討伐された。ここから先織田家もどう動くかわからぬ時じゃ。滝川勝正は織田家の重臣、そうやすやすと基礎を通すわけには参らぬ。わしは滝川様に領土をお戻しいただいた恩がある。そしてそれを導いてくれたのは真田昌幸殿。ここは旧武田家臣がまとまり難局を乗り越える時ではありませぬか。やはり真田も関わっておるのか。じゃがもし断ると申せばいかにする。義政様は武田を裏切った方にございます。義政様を恨む武田残党は多々おりましょう。その者を従え真田衆、そして上杉にも力を借り基礎に攻め込むまで。攻め込む覚悟まであると申すか。あのずる賢い真田正幸が滝川の手伝いに手を貸すわけなかろうが。お呼びか。さ、真田正幸、お主は沼田におったのではないのか。沼田は嫡男信幸に任せておりまする。わしも沼田の地をお戻しいただいた滝川様には恩があるに、何としても無事身の間で送り届けたいと願っておりますゆえ、義政様がどうしても通してくれぬと申すならば致し方ございませぬが。だからもしもの話じゃ。ならば身の間での基礎の街道を通ってよいと。じゃが見返りはいただくぞ。上州土豪らの人質を連れておりまする。その者らをお渡しするという条件であればどうであろう。光助の人質を連れてきたのか。
滝川一益も用心深いの。間もなく東より北条軍が攻めてきまする。すでに北からは上杉、南からも徳川が信州を狙ってもおりましょう。ここは織田重臣を丁重に戻すことで織田方に恩を売り、西からの脅威を取り除いておくが肝要。上州の人質を得ていればこの先北条との交渉にも使えましょうぞ。いちいち説得力があるの。ならば人質をもらい受ける代わり、滝川隊の木曽路通過を許す。それでいいな。通過を許すではございません。無事身の間で送り届けるのですと。当家が用心棒までせよと申すか。まあわかった。滝川一益を無事身の間で送ればいいのじゃな。滝川一益だけではございませぬぞ、その家臣も含め。わかっておるわ。では木曽福島城で待っておるゆえ、滝川殿によろしく伝えてくれ。はは、お頼み申します。真田殿、うまくいきましたな。木曽殿は図体は立派なのじゃが、肝っ玉が小さいゆえ簡単にございますが。言い過ぎじゃぞ。ははは。さて与田殿はこの先どういたしまするのか。どうもこうもない、ただ領土を守るのみぞ。単独では北条や徳川の侵攻には耐えられまい。真田殿のことじゃ、すでに知っておるのであろう。徳川家康からの助成を受けておることにございまするか。ずばり言うのか。その通り、わしは織田家に狙われておったが、家康様にかくまってもらい生きながらえた。その恩に応えるべく今働いておる。徳川の真田殿も滝川の与力ではなくなったのじゃ。徳川に味方せぬか。わしから家康様にお伝えすれば。そなたの気持ちは嬉しいな。真田領は北は上杉、そして小津家の岩櫃や沼田は北条とも接しておる。徳川のご詰めが見込めぬちゆえ、今はその選択はできぬのじゃ。そう言うであろうと思ったぞ。じゃがわしは諦めぬぞ。真田殿の力が必要な時にまた頼みに参るゆえ。ああ、いつでも頼みに来てくださいませ。そういえば真田殿は阿波の神の名乗りを勝頼様よりいただいておったが、これを機に使うのはどうじゃ。そんな名もあったの。まあ以後使うとするか。ではそれがしは小さがたへ戻りまする。そうじゃ、伝え忘れておった。滝川様の連れていた人質の中に真田家の者もおったであろう。母と次男のことか。うむ、こそっと逃しておいた。こたびのわしからの礼じゃ。粋なことをしてくれるの、かたじけない。こうして森長吉に続き、滝川一益もまた木曽義政の助けを得て無事美濃に撤退することができた。しかし6月の27日、清洲城で行われた織田家の今後を決める重要な表情、俗に言う清洲会議に間に合わず、以後織田家内での発言力は低下してしまうのです。その頃徳川家康は三河から遠江に入り、居城浜松城に戻った。忠次、信濃と甲斐の情勢はどうなっておる。母、申し上げます。織田家臣毛利長秀、森長吉が撤退した信濃ですが、この海津城、深志城など北信濃には上杉軍がすでに侵攻しております。神津家からも北条が佐久軍を掌握するべく薄い峠に向け軍を進めてもいると。空白となった今の地ですが、飯田城には下城頼康、高遠城には藤沢頼機から武田残党が掌握しておりますが、どこも徳川に心中する旨を取り付けております。あとは諏訪の茶臼山城に入った諏訪頼忠ですが、返答がなく抵抗する恐れもございます。川尻秀高を失った甲斐の地には先に入った与田信重の働きもあり、旧武田残党を中心に穴山市や鳥居殿の部隊が八代軍や山梨軍などおおむね掌握を済ませ、相模や武蔵の北条の動きを警戒しております。その与田殿ですが、撤退した滝川一益から丘陵の春日城や小諸城を返還されたとのよし。北条との衝突も想定し、小詰めを送る用意もしなければなりますまい。うむ、ようわかった。殿、それがしの戦場はどこにござるか。忠勝はわしと共に向かうゆえ、甲斐か信濃のどこかで北条と戦うことになろう。間もなくじゃで、それまでおとなしくしておくのじゃぞ。はは、敵は北条でござるな。それまでは辛抱しましょうぞ。殿、北条が佐久軍に侵攻となると、この佐久軍での合戦を想定する上でも諏訪の説得は急務ですが。その通りじゃな。よし、忠次は兵3000を連れ茶臼山城に向かい、諏訪頼忠を説得してまいれ。かしこまりました。長篠城の奥平信政も援軍に向かわせるゆえ、
諏訪を説得できぬときは力攻めもあると心得よ。はは。残りの各隊はわしの本隊と共に海へ向かう。少々長旅になるが、ここで北条に遅れを取るわけには参らぬ。急ぎの行軍となるが、皆ついて参るのじゃ。ようやく居城浜松城に戻った家康であったが、北条や上杉の動きに負けじと、2日後には甲州へ向け浜松を立った。その頃、甲助の渋川や赤城で陣を構えた北条氏輝、北条氏国ら北条別動隊は、真田領となった沼田軍を奪うかのように威嚇を始めていた。そして岩櫃城に戻ったばかりの真田昌幸のもとに北条氏国が交渉にやってきた。真田昌幸殿はそなたであるか。真田泡の神でございまする。あ、泡の神はわしの受領名じゃ。勝手に名乗ってもらっては困る。そう申されても困りまするな。それがしは2年前に亡き勝頼公よりいただいた貴重な名でありますりゆえ。わしは6年も前に小津家守護の山内上杉家に代わり正式に拝命されておる。わしの方が先ゆえ。ならば聞きまするが、その山内上杉家の上杉の憲政から守護を剥奪したのは誰であったかの。そなたの父、北条氏康公ではありませぬか。上杉の憲政は時に関東官吏でもあったお方。それでは拝命とは申せまい。ぐたぐたと御託を並べおって、泡の神の件はもうよい。それよりも真田家の置かれておる状況を考えよう。当家の状況ですか。年始めに浅間山が噴火しましたゆえ、少々火山灰にやられておりまするが。噴火のことではない。真田領を取り巻く情勢のことじゃ。さては氏国殿はわしを落としに参ったと。なんと捉えてもらってもよいが、すでに上州の国衆の大半は当家に下った。あとは真田昌幸。真田阿波の神にござる。ああ、真田阿波の神が当家に味方されるなら赤城による部隊を引かせる。味方せぬなら沼田を攻め取るまで。ならば迎え撃つしかございませぬが、真田はただでは負けませぬぞ。武田信玄公にも一目置かれた真田の策略しかと味わっていただこう。ま、待て、こちらは5万じゃぞ。無駄死にするだけじゃ。ははは、戦は兵の数ではございませんぞ。たとえ負けるにせよ、北条軍もそれ相応の痛手を受けましょうな。では交渉決裂ということですが、それがしは戦の支度に向かいまする。次は戦場にてお会いしましょう。あ、待て、待ってくれ。わかった、本心を申す。ほう、本心をと。当家は真田と戦いたいわけではない。信濃と甲斐の旧小田領を奪いに向かうゆえ、その間当家と真田は不可侵という盟約を結びたい。それが本心であり願いじゃ。それを先に申してくだされればよいものを。悪い話ではござらぬが、その盟約の条件をお聞かせ願いたい。真田からの人質は取らぬ。その代わり沼田城へ当家の部隊を駐留させていただく。それはすなわち沼田の地が人質のようなものですが。そうとも取れるが、一番の目的は上杉の小津家侵攻を阻止するためじゃ。武蔵州の大半は信濃へ進軍させておりゆえ、小津家が突破されれば本土が危険となるのじゃ。なるほど、その条件でありましたら当家はこれより北条のお味方となりましょう。おう、分かってもらえて嬉しいぞ。これで無駄な血が流れずに済む。さようですが。早速ですまぬが、一つ頼みがござる。どのような。信濃の道案内を頼みたい。それならまず中山道を西に向かい、薄い峠を越えた先が信濃にござる。言葉でじゃない、実際に案内せよと申しておる。ならばこちらへ。こうして北条は信濃から北高津にかけてを治める怒号の真田家を攻略すると、高津の制圧を完了させ、いよいよ信濃に軍を進めた。順に薄い峠を越えた北条軍は佐久軍に入ると、怒号衆を次々と参加に加え西へ向かい、ついに与田信繁が詰める小諸城に迫った。上州与田信繁は降伏しないとのことじゃ。ならば北条の小技とくと味わっていただこう。伊賀の者一気に攻め落とすぞ。かかれ。来たな、ギリギリまで待つぞ。よし、鉄砲隊放て。いよいよ北条軍の信濃進攻戦が始まった。与田は徳川に援助された武器で必死に応戦するも、士気の高い北条軍に徐々に狂わが突破されていく。西狂わの敵兵が逃げ始めたぞ。右翼隊は西狂わに攻め込むのじゃ。くそ、数が違いすぎるか。やむを得ん、この城は捨て春日城まで撤退とする。
順次南の千曲川を渡り落ち延びよう。よし、敵が逃げ出したぞ。我らも川を渡り追いかけようぞ。それは危険ですぞ。まだ全軍が薄い峠を越えておりませぬ。ここで川を渡ってしまっては軍が分散され敵の奇襲を受けるやもしれませぬぞ。ならば次はどこへ向かうのじゃ。まずは小諸城を制圧させ、同時に近隣の豪族へ峠に下るよう使者を使わせましょう。内魔王様、よろしいか。真田泡踊りの神じゃったか。あ、泡の神にございます。そちらの泡であったか。うむ、何なりと申してみよう。はは、忍びの知らせでは徳川の動きはさほど早くはござらん。まず西に進軍し、北の上杉を越後に追いやっておくべきでござろう。さすれば北信濃を得られ、かつ北の憂いもなくなり南に集中できまする。まずは上杉からと申すのじゃな。は、海津城手前までは真田が領土、敵はおりませぬゆえ豪族隊が到着するまでの時間を無駄にせぬで済みまするかと。なるほどの。拙者もその策には賛同するが、南へ逃げた与田信繁なる主砲は侮れませぬ。大同寺隊を小諸に残し監視をさせておきましょう。うむ、では正成はこの小諸城に残り周辺土豪の調略を頼む。はは、お任せくだされ。あと現在道中のこの室賀郷の土豪室賀正武は包丁に味方する役を得ております。諏訪領に復帰した諏訪頼忠や木曽軍の木曽義政にも北条家に従うよう調略を進めておるところ。さすがは真田殿、頼りになるのを引き続き頼むぞ。は、よし、正成以内の部隊は明日より東へ。西にございます。西へ向け出陣といたす。北条軍およそ4万は真田昌幸の案を採用し、北の上杉を追うべく千曲川沿いを西に進軍した。その頃正幸の指示で木曽義政の調略を任されていた真田信繁が木曽福島城に入った。父、真田昌幸の使者として参りました。真田源次郎信繁にございます。真田源次郎、そなた真田の人質であったはずでは。さて、何のことでございましょうや。まあ、泡の神には恩があるゆえその件はなしとする。しかし、真田の小僧がわしになりようぞ。真田が北条に組したは存じておりましょうや。な、なに、初耳じゃ。上杉に組しておるのではないのか。真田領へ侵攻しない代わりに信濃へ北条軍を手引きするという条件で北条に加担しておりまする。すでに北条軍は小諸城を落とし北作軍を掌握。この先上杉が待つ北信濃へ向け動くことになりまする。木曽様にも北条にお味方いただき、上杉に奪われた須賀間軍の奪還を試みていただきたいと父から言づかっておりまする。その旨を記した北条氏直様からの刻印状、そしてこちらが父正幸からの書状にございます。うめ、須賀間軍の奪還はすぐにでもしたいところじゃが。滝川隊を数時間で撤退させた北条5万の勢いは恐ろしいですぞ。それに北条に下った信濃衆が加わっております。上杉を倒した後はこの木曽軍にも攻め込むことになりましょう。そうなってからでは手遅れになりまする。じゃが峠は南の徳川や西の織田とも隣接しておる。今下手に動けば足元を救われるやもしれぬ。さようですか。ならば近隣大名が怖いゆえ北条の味方はできぬと返書をしたためてくだされ。馬鹿を言うな、そんな書状が書けるか。他にも行かねばなりませぬ、急ぎ返答を。わかった、北条に着く。さすがは親方様を裏切っただけの御仁でございますが。嫌味を申すな、泡の神にはくれぐれもわしを裏切るでないと申しておけよ。頭の片隅に記憶しておきます。では片隅では困るぞ。真田の活躍もあり4万の北条軍は難なく上田を抜け千曲川沿いを北へ進むと川中島手前の雨の宮に陣を敷いた。上杉もその知らせを受け千曲川を挟むように退治したのだった。その情報はすぐさま甲斐の孫大治に入った徳川家康の耳に入った。家康様、上杉軍2万、北条軍4万が北信濃雨宮の地にて千曲川を挟み退治、3日ほど睨み合った状況。いつ決戦となってもおかしくありません。うむ、読み通りじゃ。その間に我らは南から信濃を制圧していかねば。ごめん、昨の与田信繁よりの使者にございまする。申せ。は、すでに小諸城や岩尾城が北条軍に落とされ、北条の重臣大道寺正成の部隊が春日城に向かってきております。ここが落とされれば作軍は北条のものとなりまする。
一刻も早い援軍を。あい、わかった。そのつもりゆえ、今少し耐えてくれと。はは。殿、すぐには援軍も難しいかと。北の真田や西の木曽が北条方についたとのこと。諏訪より讃え交渉に入った酒井様からは、難航しているとの知らせのみにござれば、力攻めで諏訪軍を制圧して後佐久軍へ進行がよろしいかと。諏訪に手間取っている場合ではないな。よし、大久保忠世の部隊はこれより酒井忠次の援軍に向かってくれ。はは。交渉決裂となった時は茶臼山城を力攻めといたせ。は、では早速にも。それ正忠はおるか。は、ここに足軽500を連れ与田の援軍に向かってほしい。関東勢にとって山の大市は不慣れであろう。優遇として北条兵を奇襲撹乱させるのじゃ。信濃は庭にございまする。見事北条兵を撹乱させてみせましょうぞ。うむ、頼んだぞ。北条の進軍を知るや、信濃の大名や土豪らが次々に北条へ下る中、数の少ない徳川軍も残された領土を得るため動いていた。それから数日後、北条軍と千曲川を挟んで対峙していた上杉陣営に動きがあった。兼次、予想通り北条は川を渡ろうとせぬな。はい、北条の当主宇治直はうつけと聞きまするが、そのおじたちや真田正幸など旧武田衆も加わっておりますゆえ、川を先に渡った側が負けることは知ってございましょう。ならばこのまま陣を構えておればよいのだな。そうなりまする。南からは徳川が向かってきています。いずれここを撤退する時が来ましょう。影勝様、北条方の忍びを捕らえました。おお、ようやった。その忍びは何の任務？忍びはすぐに自害してしまいましたが、春日信達が北条と内通している書状が見つかりました。な、何？春日が北条と内通じゃと？おそらく海津城で待機する春日隊が我が隊を後方から奇襲、それを合図に退治する北条軍が川を渡り迎撃する策なのでございましょう。くっ、丘陵である海津を安堵してやったのに、何故わしを裏切る。して春日は今どこじゃ？なので海津城におると。すぐにも捕らえここへ連れてくるのじゃ。殿、本庄重長様より伝令、北神原軍の柴田重秀が陸奥の立ててる胸から支援を受け再び挙兵、至急援軍をと。クソ、またも柴田が動き出したか。あの者は雪が溶けるたびに動きますな。ここに長居してもおられぬぞ。ならば殿も心を鬼にしていただきまするぞ。心を鬼にとは？春日殿のお命にて北条から和議を出させるのです。な、何も殺さぬでも。なればあえて敵の策に乗り北条に川を渡らせる策も取れまするが、それではこちらの兵も多く失うことになりましょう。それでは北越後への援軍に支障をきたす。なのでここは心を鬼に、あとは真田を使い和睦交渉へと向かわせましょう。真田は当家を裏切り北条へ組みしたのだぞ。真田正幸殿は領土を守るためしぶしぶ北条に従っておるのでしょう。そして貴重な真田兵を失いたくもないでしょうゆえ、北市なので合戦が起きない和睦の交渉なら乗ってきまする。わかった、兼次に任せる。まずは春日を捕らえてくるのじゃ。はは。海津城の春日信達を北条方に寝返らせ強撃をする策は、真田正幸の策とも北条家不代の家老松田範秀の策など諸説あるが、事前に北条方に知られたことで策は失敗に終わった。その春日信達は上杉軍に捕らえられ千曲川に張り付けとなった。面目ない、上杉側に春日の内通が漏れたようだな。何、どのくらい漏れたのだ？どのくらいというならば、春日信達が処刑されたくらいと申せばよいか。だ、確かに川向こうで春日信達と思われるものが貼り付けにされておるぞ。真田阿波守、あれはまこと春日なのか？はい、春日に間違いございません。これでまたも振り出しということか。伝令、徳川家康率いる徳川本隊が甲府に入ったとのよし。諏訪軍を制圧するべく別動隊を西にも向かわせており、いずれは佐久軍にも進行するかと。く、上杉に時をかけてもおれぬか？上杉は徳川の進行を知っておるのでしょう。いずれ撤退する時が来るゆえ、それまで待ち、撤退を機に追い打ちを仕掛けてくるかと。数で勝っておるのに前にも後ろにも動けぬのか？何故ためらうのじゃ。敵は2万もおらぬではないか。倍も兵がおるのに撤退の話にまでなるのじゃ。この急流の千曲川、ここを簡単には渡れませぬぞ。橋もすべて壊されておる以上、
無理に渡るところを鉄砲や弓に狙われ、多くの犠牲が出まする。仮に渡れても、敵の鉄壁の布陣を崩すには、相当の犠牲を伴います。ならばどうすればよいのじゃ。和睦交渉しかではありますまい。和睦交渉じゃと、上杉はそれを飲むのか。そもそも、この大事は、北条側の侵攻に対しできた構図。上杉は、元より北条との戦を望んではおらぬでしょう。それゆえ、この千曲川を挟んで、お互い侵攻しないという条件であれば、すんなりは僕となりましょうぞ。交渉ならぬ時は、我が真田衆が、しかと神話にを務めまするゆえ、急ぎ、徳川の侵攻に備え、策へお迎えくださいませ。阿波の神、よう申した。おじごら、それでよいか。戦う気のない上杉よりも、向かってくる徳川を叩いた方が、はるかに気持ちよいぞ。兄者の言う通り、徳川とは、どこかで決戦ともなろう。ここで、無駄に、時と兵を削るは愚策。一刻も早く、策軍を掌握するべきじゃ。使者は、わしと真田殿で参ろう。皆は、順次撤退を始めていただきたい。よし決まりじゃ。これは、敵に背を向けての撤退ではないぞ。孝行の憂いなく、徳川にぶつかるための前進であるぞ。よし、皆の者、これより、西へ向け。今度は東です。うむ、東へ向け進軍じゃ。北越後の柴田重家の反乱に対応したい上杉と、南から信濃を侵攻する徳川を止めたい北条の利害は一致し、両家の間で不可侵の締結がなされると、両軍とも兵を引き上げていった。これは真っ先に真田兵が犠牲となる戦いを避けたい真田昌幸にとって最高の結果となった。その頃、徳川軍の諏訪侵攻を進める酒井忠次は、引き続き諏訪頼忠の調略を進めていた。酒井殿、頻繁に来られても困りまする。すでに、南信濃、そして甲斐は、徳川の支配下となった。これは、旧織田領を混乱から救うための動き。無論織田家からも認められておることじゃ。わしも、ようやく丘陵に戻れたのじゃ。まだ、旧臣や不代家臣も、すべて戻ってきておらぬ。今少し待ってくれぬか。主、家康から、諏訪殿が臣従いただけぬときは、力攻めをせよ、との下知が入り、こちらへ援軍も向かっておる。今なら間に合う、心中すると申せ。ならば断る。わしも、わしなりの意地がある。力攻めでもいたすがよい。まこと、それでよいと申すのじゃな。武士に二言はない。さらばじゃ。ならば、交渉はここまでじゃ。茶臼山城を力攻めいたす。攻めかかれ。諏訪との交渉が決裂となり、酒井忠次は、しぶしぶ、茶臼山城攻めを決めた。援軍に駆けつけた大久保忠世隊、奥平の捜査隊に加わった総勢3000の徳川が、わずか600ほどで籠城する茶臼山城に攻めかかる。酒井様、それがしの部隊は北の車を攻めます。うむ、敵は城に入ってなどない。さほど鉄砲玉を持っておらぬであろう。そち隊を早めに前進させるのじゃ。承知しましたぞ。よし、北へ向かうぞ。酒井様、お任せじゃ。力攻めならお任せを。行くぞ。大久保殿、加勢かたじけない。よし、こちらの士気は高い。一気に攻め落とせ。数千おろうが、敵は一度には攻め込めぬ。登る徳川兵に、弓矢や石、切り株、木刀、何でも打ち分けよ。さほど大きくない茶臼山城であったが、念願の領土復帰を乗せた諏訪隊の士気は高く、各車を必死に防戦し、酒井が描くようには簡単に落とすことができなかった。その一報は甲斐の徳川家康に届けられた。諏訪頼忠の調略は失敗に終わったか。家康様、北条に動きが。うむ、申せ。上杉とは合戦にならず、和議を結び軍を策へ向かわせておりまする。クソ、上杉と戦うのを避けたか。北信濃は諦め、南信濃と甲斐を狙う動きに出たのでしょう。殿、それがしに兵に戦をお与えくだされ。先に策軍へ向かい、攻め寄せる北条の出花をくじいてみせますぞ。いや、北条の主力は強い。直政殿の浅い経験では到底かなわぬ。ここはわしが行かねば。何を申されます。森ばかりの柵の地ではご自慢のどんぼ切りも振り回すことはできませぬ。拙者のように機敏に動ける者が奇襲してこそ。どんぼ切りを愚弄するか。愚弄ではありませぬ。どんぼ切りにも向き不向きが。どんぼどんぼとうるさい。ここには1万ほどしかおらぬのじゃ。今兵を分散することはできぬ。
家康様、相模の国に動きが。相模じゃと。はい。北条の先代当主、氏政が小田原城に入りました。そこへ、氏忠、氏桂一門衆の兵も入り、傭兵も含め、城内には2万ほどが参集しておるとのこと。東から、駿河や甲斐を狙う算段か。そうなると、この箱根を越えての駿河侵攻、三坂峠を越えての甲斐侵攻、どちらも想定せねばなりますが、かといって、5万もの北条主力が柵に向かっている以上、この甲府でじっともしておられませぬぞ。うむ、まずは、北条の主力をなんとかせねばなるまい。ここは、一旦諏訪におる酒井様や大久保殿の部隊を下げ、本隊と合流させるべきでは。やむをへぬな。よし、諏訪攻めは一旦やめさせ、酒井と大久保を神父城まで引かせよ。奥平隊は、稲から飯田城まで撤退し、木曽義政の動きを見張るよう申し付けよ。三枚橋城の松平康親には、箱根への監視を強化するように指示するのじゃ。鳥居元忠は、三宅康貞の部隊とともに、この地に残り、三坂峠からの敵に備えよう。はは。そうじゃ、勝成もおったな。刈谷衆はいかほどおる。はっ、500ほど。ならば、勝成は、鳥居の与力とする。鳥居からの指示で、しっかり働いてくれよ。かしこまりました。他の者は、これよりここを立ち、神父城へ進軍とする。者ども、参るぞ。こうして徳川家康は、酒井や大久保の別動隊と神父の地で合流し、北条の主力5万を迎え撃つ動きに出た。一方、徳川家康に警戒されている小田原城では。急ぎの報告だ。小太郎、待っておったぞ。申してみよ。徳川家康が甲斐の甲府を出て北駒に抜け動き出した。当家の主力を神府城で迎え撃つ動きかと。よし、上々じゃな。兄さん、今のうちに手薄となった甲斐へ進攻しましょうぞ。まさに、それを頼もうと思っておったとこじゃ。氏勝と共に、兵1万にて、三坂峠から甲斐へ入ってくれ。甲府を制圧後に、神父にて、徳川家康を挟み撃ちにするのじゃ。お任せくだされ、徳川家康の首を上げてみせまするぞ。その心意気じゃ。甲府に詰める徳川なんぞ、虫けらであろう。本隊に遅れを取らぬよう向かうのじゃぞ。うむ、行ってまいる。徳川本隊が、甲府から北駒軍に向け進軍したとの知らせに、居城小田原城にてこの機を待っていた前当主北条氏政が動き出した。弟の氏忠や一門の氏桂に1万の相模衆を与えると、その日のうちに先鋒隊が小田原を立ち、富士山を横目に北に進軍、三坂峠から甲斐を目指し街道を進んだ。天正10年8月12日、相模から甲斐に向かう北条別動隊は険しい三坂峠を順次越え、先鋒隊は甲斐の入り口となる黒駒までやってきた。三宅殿、よいな。敵の先鋒隊は虫でよい。2番隊、3番隊が黒駒に入るまで待つのじゃぞ。ああ、わしはもう少し東より奇襲とする。うむ、わしの鉄砲の合図で一斉にかかれよ。はっ、ご分を。鳥居様、何故拙者を置いて行かれたのです。なんじゃ勝成、来てしまったのか。拙者は鳥居様の与力、それはすなわち鳥居様の身を守らねばならぬ役目でもあります。このような大事な策を教えていただかなくては困りまする。勝成はいちいち目立つゆえ、このような奇襲の策には向いておらぬからじゃ。武士は目立ってなんぼですぞ。それも時と場合がある。そこによるのは何者じゃ。いかん、敵に見つかった。こうなれば策を決行するほかない。勝成、思う存分暴れてまいれ。おうよ、雑魚には用はない。足軽大将、侍大将はどこじゃ。わしと勝負せよ。困ったやつじゃ。よし、鉄砲とホラガイを鳴らせ。一斉に攻めかかるのじゃ。若干徳川軍内での乱れもあったが、それでもおよそ1000ほどの徳川の伏兵が縦に伸びて進軍する北条別動隊の側面に攻めかかり、奇襲は成功となった。前方で何が起きておるのじゃ。南の森から徳川兵が現れ、第2隊が奇襲を受けておりますが、敵はいかほどおるのじゃ。全くわかりませんが、鉄砲や矢の数も多く、数千は潜んでいるかと思いまする。くそ、全軍に負担となり、敵の奇襲に備えよ。鉄砲隊は火縄の支度を急げ。足軽は南の森の偵察に向かうのじゃ。勝成、奥の敵には向かうてない。先鋒隊を尽くしに向かうのじゃ。へっ、わしを置いていった者の指示など聞けるか。刈谷魂見せる時ぞ。わしに続け。鳥居様は北条の先鋒隊を頼みにする。それがしは水野殿の応援に向かいましょう。うむ、勝成は殿のいとこじゃ。ここで敵に撃たれてしまっては殿に合わせる顔がない。とにかく
頼むぞ。ああ、最善は尽くす。では。徳川軍の奇襲成功で混乱する北条軍は次々に討ち取られていった。峠越え最中の北条軍は数の差を全く生かすことができず、ついには逃げ出す足軽も現れた。氏忠様、敵はさほどおりませぬぞ。混乱を鎮め、前進あるのみじゃ。まだ、先方の被害状況がつかめぬ。そして、敵の規模もわからぬのじゃ。無理に進んでは、被害を拡大もさせてしまう。先方隊、壊滅。すでに、被害は300を超え、なおも水野と申す猛将の部隊が、こちらに向かってきておりまする。まだ、半分も三坂峠を越えておらぬ。引き返すなら今ですぞ。む、引き返すとする。氏勝、しんがりを任せるぞ。わかった。徳川の奇襲に軍を統率できなくなった北条軍はまともに戦うこともできず、相模へ撤退することになった。見ろ、わしを恐れ逃げ出していくぞ。水野殿、その通り。そなたの武勇を恐れ北条は撤退したのじゃ。こたびの戦はここまででよい。深追いは不要じゃ。まあ、二重の支給を挙げたゆえ、こたびはこれでよしとしましょう。ところで、どの首が一番価値があるかの。全部は持って帰れぬで、三宅様も好きな首を持っていかれよ。いらぬ。さあ、鳥居様が待っておる。戻るぞ。ああ。こうして兵1万で進軍する北条軍に対し、10分の1の兵数で徳川軍は奇襲策を決行。見事北条を撤退させる戦果を挙げた黒駒の合戦はすぐさま両軍に伝わった。その頃、北条氏直を率いる本隊は策の与田対策として大道寺正重隊を残し、4万7千を率い韮崎の若御子城に入り陣を構えた。一方、徳川家康は諏訪から引かせた堺隊、大久保隊と韮崎で合流し、本隊8千は新府城、堺隊大久保隊3千は能見城に陣を構え、両軍は対峙した。およそ4万の兵数を有する北条であったが、黒駒の合戦での敗退を知り、迂闊に動けない状況となっていた。一方、徳川軍もまた決戦を仕掛けるまでの策を見出せないまま時は過ぎていった。殿、北条氏忠を追い返してやりましたぞ。うむ、聞いておるぞ。見事であったな。勝成もようやってくれた。誠大義じゃ。なんの、まだ半分の力も出せておらぬが、支給を持って帰るのも難儀ゆえ、逃げる兵は許してやりましたぞ。撃った首はどうした。家康様に見てもらうべく持ってまいりましたぞ。よし、その首はすべて若御子城の北条陣から見える地にさらしておくのじゃ。なるほど、それは良き案。今晩中にも進めておきまするぞ。うむ。殿、そろそろ戦場を用意くだされ。忠勝、戦場を作りたくとも、今こちらから仕掛けてはならぬのじゃ。動けば必ずどこかに隙ができますゆえ、敵もそれを待っておりましょう。そういうことじゃ。今は黒駒で勝ったことで、少しでも多くの怒号を味方につける動きをとっておる。間もなく成果も出ようぞ。家康様。こら来た。半蔵、成果を申せ。はは。木曽福島城の木曽義政が当家に侵入することを決めました。それに便乗し、高遠城の星名正直も当家に献じると。よし、南信濃はこれで抑えたな。あとは北か。この作文の与田も早く助けてやりたいところじゃが、道中を4万の北条が占拠しておるで、何ともならぬか。殿、拙者に一つ策がありまする。この北信濃から北小津家を領する真田家を当家に引き込むのはいかがでござろうか。さすれば与田殿の援軍にも迎え、北条の背後をつくこともできまする。直政、たまにはまともなことを申すではないか。は。真田といえば元武田の重臣でありながら、武田滅亡を悟ると迷わず織田家へ、その後信長様が亡くなると上杉に、そして今は北条。一年のうちにここまでコロコロ心中先を変える者には、理で調略するが早かろう。半蔵。はっ。急ぎ春日城の与田と会い、信濃のいずれかの地を与えることを条件に、真田を当家に寝返らせよと伝えてまいれ。早速にも。黒駒の合戦で徳川軍が10倍の北条別動隊を撤退させた知らせは、実際の結果に尾ひれがつき各地に広がっていった。そこに木曽義政が北条を見限った知らせも加わり、北条に加担する各地の怒号らは徐々に北条から心が離れ出していた。それから半月ほど時が経ち、与田信繁は北条の動きが止まった頃合いを見て、小さ方軍の真田正幸に会った。
与田が間もなく来る頃じゃと思っておったぞ。どういうことじゃ。北条を裏切り徳川に味方せよと申すのであろう。話が早いな。ここまで北条が戦下手とは思わなんだ。いや、徳川家康の采配が冴えておると言うべきか。わしに気を使わぬでもよい。ははは、そのような間柄でもなかろう。ならば徳川方に加わるのだな。家康殿からの条件は何である。見返りとして信濃のいずれかの地を与える。人質はいらぬ。信濃のどの地じゃ。それは申しておらぬが。まあ期待せぬ方がよかろうな。よし、これより真田家は徳川にお味方する。よくぞ決心した。ならばそのことすぐに家康様に伝えておくぞ。まあ待たれよ。この書状には徳川に味方した後のわしの動きが書かれておる。そして徳川殿に動いてもらいたいこともな。これを家康様にやってもらうと。ああ。されどこれで北条は撤退し、信濃が徳川の支配地となるのか。言う通りにやればな。わしも大博打に出るのじゃ。是が非でもなしてもらわねば困る。わかった。書状は命を懸けて届ける。うむ、また会うぞ。北信濃光助の真田昌幸が北条から徳川に寝返った。木曽義政や小さい豪族とは違い、真田の北条離れは対峙する北条軍にとって大問題となった。すでに支度を済ませていた真田昌幸は各地の将に指示を出す。無駄に敵を殺してはならぬ。城の制圧が目的じゃ。かかれ。沼田領に控えていた矢沢頼綱率いる光助衆は、沼田城に駐留する北条兵を城から追い出すと、沼田城や名古屋城の再奪取を成功させた。一方、北条本体の補給路である薄い峠では、誰じゃ。真田は徳川に味方することとなった。すまぬが、ここは当家が占領させていただく。従わぬなら切るまでじゃ。何を勝手な真似を。そんなことが許されると思っておるのか。すぐ兄上、切らねばこちらがやられまするぞ。あっさり切ったな。ここは北条の生命線、敵も命がけで死守してきまするぞ。うむ、皆の者、制圧を急ぎ進めるのじゃ。真田兄弟の別動隊が薄い峠一帯を制圧し、北条軍の補給路を断つことに成功した。その知らせは若見古城の北条氏直に届いた。え、どういうこと。なので真田阿波守が徳川方に寝返り、光助からの補給路が断たれました。え、それってどのくらいヤバいの。ものすごくヤバいですぞ。兵糧はどの程度運んでおるのじゃ。5万の部隊じゃ。持って二月だ。大変です。作軍の与田隊が当家の貯蓄蔵に火を放ち、兵2万の兵糧米を燃やされました。これで持って一月か。我らが兵糧攻めを食らっておるというのか。この卒なき動き、どうせ真田の策であろう。あやつは今少し警戒しておかねばならなかった。こうなれば全軍で徳川家康に決戦を挑むべきじゃ。わしももうそれしか残っておらぬと思うぞ。宇治のりはどうじゃ。黒駒の負けをきっかけに周辺の国衆らが次々に当家から離れておる。それはこの本体の兵にも伝わっておろう。士気の低い軍は5万追っても右往の衆、統率も効かずまともな合戦にならぬでしょう。ならばどうするのじゃ。兄者は柵による大道寺の援軍に向かってもらいたい。これ以上真田や与田を自由にさせてはなりませぬ。わかった、与田と真田をたまらせてくるぞ。これは撤退しかないのか。その撤退する道が閉ざされたゆえ困っておるのですぞ。そうだったな。圧倒的な兵力差を持つ北条軍であったが、その数が逆にあだとなり、撤退を想定した策を取らざるを得なくなっていた。それから間もなくして徳川家康の使者が清洲城にいた羽柴秀吉と会った。おお、和正殿、久しいの。羽柴筑前殿も元気そうで何よりです。家康殿からの使いであるな。いかにも。こちらが預かってまいりました家康の書状にございます。うむ、羽柴筑前の君秀吉様、まずもって織田信忠公のご嫡子三本茂君が家督継承されたこと、まことめでたき限り、本来ならば直々に拝謁せねばならぬところではございますが、いまだ信州は収まっておりませぬゆえ、終わりに迎えぬことお許しくだされ。前置きが長いの。間もなく本題かと。海北部駒の地にて北条と睨み合って早二月、当家もそして北条方もこのまま冬を迎えるは本意でなく、
何らかの幕引きができればと思案した結果、織田家筆頭家老となられました秀吉様のお力をお借りできればと筆を取った次第。本題はまだ間もなくかと。こたびの願いはただ一つ、三本茂みの後見人であります織田信勝様、信孝様よりこの対立の仲裁をしていただけたらと。もとより甲斐信濃小津家は織田家の領土、その織田家からの申し出であれば両家ともに無視はできませぬ。甲斐金山宗に作らせた黄金茶釜を用意しております。よろしゅうお頼み申します。黄金茶釜は魅力的じゃな。しかし家康殿は頼む相手を心得ておるの。信勝様、徳川と北条の停戦の仲立ちはいかがいたしまするか。筑前に任せる。そう申されるかと。ならば勝政殿、追って両家に仲立ちの示唆を向かわせるゆえ、その旨家康殿にお伝えくだされ。ははこれはわしからのこたびの打診じゃ。受け取るがよい。こんなにもいただけませぬ。何、この清洲の町でパッと使えばよろしかろう。おなごも用けおるぞ。はは筑前殿。すべては真田昌幸が描いた策であったが、家康はその策を採用し、秀吉もまた徳川と北条に恩を売るべく即座に動いた。まもなくして織田信勝、信孝からの停戦要請という名目で甲斐に使者が向かった。宇治直様、織田からは何と言ってきておる。うむ、あまりにも達筆すぎて読めぬ。お見せくだされ。これはどうした。宇治のり、断的に申せ。停戦でなく徳川と同盟を結べと。と、同盟じゃと。家康の娘徳姫を宇治直様の正室として嫁がせろと。バカな。して領土がどうなる。甲斐信濃は徳川、小津家は北条と書かれておる。作も上田も放棄せよと申すのか。ならば真田とぶつかっておる小津家の沼田軍は当家なのだな。沼田は切り取り次第とのことじゃ。切り取り次第じゃと。これでは当家が圧倒的に不利な条約ではないか。到底飲めるぞ。飲まねば織田が徳川の援軍として向かってくるという意味ですぞ。分かっておる。兄弟喧嘩の最中にすまぬ。小太郎、徳川に動きがあったか。いや、徳川ではない。当家の劣勢を知った日立の佐竹義重が兵を挙げ、下草に侵攻する恐れが生じた。宇都宮や結城も攻防し動くやもしれぬ。クソ、兄じゃさすがにまずいぞ。うむむ、不利な名約なれど徳川と同盟を結ぶは後ろ盾ともなる。致し方ないか。では宇治直様、徳川殿は僕、そして以後は同盟相手ともなるでよろしいな。父に聞いてからではダメか。そなたが当主です。ここで決めねばならぬこと。ならばその徳姫を見てからでは。容姿で判断することではありませぬ。分かった、和睦としよう。こうして甲斐信濃は徳川、小津家は北条ということで和睦が成立し、およそ4ヶ月続いた旧織田領をめぐる争い、天正神護の乱は終わった。真田阿波守殿、当家に味方いただき誠感謝しております。とんでもござらぬ。すべては徳川様の力量にございましょう。何を申す。織田の仲立ち策はわしには到底思いつかんかったぞ。何のされど沼田の地についてはいささか消せませぬ。沼田は滝川殿よりお返しいただいたちなれば北条に渡すいわれはございませぬ。北条の顔を立てるためにも沼田の地はああするほかなかったのじゃ。すまぬがわしの顔に免じてこらえてくれ。いずれ同等の地を用意いたすゆえ。ならばその同等地の知らせを楽しみに待ちましょうぞ。ああよし、皆の者、ここまで酔う町を信じついてきてくれた誠皆に感謝申し上げる。皆の働きの結果、甲斐信濃の地を得ることができ、五カ国を有する大大名となった。すべてはわしの命に忠実に従ってくれた皆の忠誠心の賜物じゃ。今日一番の声を頼むぞ。勝ち時じゃ。神奈川の戦いで滝川一益に勝利し、その勢いのまま信濃に乗り込んだ北条氏直であったが、旧武田家臣らをうまく操った徳川家康に軍配が上がり、成果は真田領を除く小津家の国だけとなってしまった。その真田領の中の沼田の地は切り取り次第北条のものとする曖昧な条件となり、結果幾度と真田方に返還を要求するも真田昌幸は拒み続ける。
この沼田の領有貴族問題は3年後に起こる第一次上田合戦、その5年後には北条家滅亡となる小田原合戦のきっかけとなるほど、真田、北条、徳川それぞれに影響を与え続ける地となるのです。一方、甲斐信濃の大半をなんとか手中に収め、過去最大の領土を得た徳川家康であったが、この8年後、天下人豊臣の秀吉による国替えの命で全てを手放すことになるのです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いいたします。それではまた別の戦場でお会いしましょう。雪村でした。